車なんですが、日本海側で発生した低気圧が、三陸沖を通過して、オホーツク海の方に抜けていく過程で勢力を大きくして台風並みに、勢力を発生させるんですね。でそのうねりがずっと行ってハワイの方で大きな波を立てるっていうかそういう感じになってるんですけど、そのオホーツク海三陸沖で大きくなった低気圧からのうねりがこの半島を回り込んで、まあ冬なんですが、バックスウェルっていうんですかね、うねりが入ってくるんです。で私の感覚的なことなのかもしれませんが、この半島をの裏からこう入ってくるんですけど、回り込んでずっと回り込んでこの間をうねりが入ってくるんですね。外目からこの沖防波堤の沖から回り込んでくる、北東うねりもあるんですが、この間から入ってくるうねりは南防波堤に沿ってずっと回り込んできて、このあのテトラの南防波堤からこうボコッと出てるテトラのところからところにヒットして、なんていうんですかね、チュービーないい波をもたらすんですが、北東のうねりがこの南防波堤の方、失礼しました、沖防波堤の方からこう回り込んでくる波もあって、それも悪くなくてあのサイズもでかいんですが、このテトラの脇でちょっとワイド気味に、波が割れるんですね。でその波も乗れればいいんですが、ちょっとワイド気味な波が多いんですね。なので、まあ冬場の北東うねりでいいのは、この間から入ってくるうねりが、南防波堤に、沿ってですね、このテトラのあたりからちょっとインサイド目、今ちょっと波が割れてるあたりから綺麗に、割れます。なので、ここでウェイティングしてるときは私この間よく見ていますね。ここからうねりがいい感じで入ってくるとちょっとアウト目で待ってという感じですね。あと北東のバックスウェル、この辺からこううねってくるのが分かるんですが、ここもやっぱサイズのあるうねりが入ってきたと思ったら、もうあのインサイド気味にポジショニングしないでアウトの方に向かって、大きめの波を乗るっていうかね、そんな、感じで、冬場は波乗りしています、ですね。あとまあ、いろいろな波の読み方とかねあると思います。あとですね、どうもなんですが、波のサイズっていうかうねりの方向がどこから来てるかっていうのを見るのに、
この南防波堤にぶつかってこうこんなずっと波打ってますよね、これを波チェックのポイントなんていうんですかね、大きさとか、今日は波サイズ腰腹程度なんで、そんなにこう、それでも今日うねりは結構強いんだと思いますよね。あの南防波堤かぶって、上の方までこうしぶきがかぶってる状態なので、うねりは結構あるんですよね。これ台風の時とかっていうのもうこの灯台水しぶきでね見えないぐらいになるんですけど、この辺もチェックポイントとして大事な あれですね、あのチェックポイントですね。あとこっち側のはあんまりほとんど見てないですよね、私ね。やっぱ大事なのはこの沖防波堤の右隅ですね。今日もあのここでこの画像でもこううねりがどのくらいのうねりが入ってくるか分かると思うんですよね。でかいやつだと水しぶきが立つっていうか、そんな感じです。あっという間に7分ほど経ってしまいました。今日は仙台新港で、うねりをどこでどういうふうにチェックしてるかっていうね、お話ちょっと即興気味に話したのでまとまりがないとは思うんですが、皆さん波乗りするのに参考になればと思ってお話しいたしました。それでは、そろそろ動画一度切らせていただきます。本日はご視聴ありがとうございました。右隅にチャンネル登録ボタンがありますので、よろしかったら登録何卒よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。これで終わりとさせていただきます。